はい、タク二平デービルー。 はいみなさんこんにちはこんにちはえっと今日は月曜日の一時からですね、えー、この番組はユンタク二兵デビル新しく、えー、今日から、えー、プレオープンですかねそうですねはいでこの番組はですねえっ、ー、と FM コザ七十六点一で FM ギノワンの方でもですね再放送毎週木曜日のあ水曜日十八時から十九時 こちらの方も放送しておりますので、まあどちらの曲で聞いていただいている方もぜひ最後までお楽しみください。はい、はい。で今日はですね、えー、僕なりこと宮里成明と、えー、西平あじみこと西平森とでお送りします。はい、お願いいたします。でこの番組はですね、メッセージを募集しております。メールアドレス、まあ FM 小沢は76761 f m ザドット j p で、f、f m 1では79.7797 a t m g u ワンド1 c o m によろしくメールの方もよろしくお願いいたします。でまたですね、この番組はユーストリームツイキャスで映像と音声も配信しております。f m コザまた FM i n ワ1ホームページからですね、えー、見ることができますのでそちらもお楽しみくださいで。お気軽にですね、メッセージ、えー、どんどん。 お越しください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。どうしましょうかね。そのまま。どうしましょうか。今日はあのプレということで、<laughs> はい、あのー、ね、出した打ち合わせまだやってないですね。やってないんですけれども、はい、あとはもう成り行きなり行き行きましょうか。<laughs> はい。どうぞ。僕で <laughs> いいですね。生放送。はい。生放送。何も打ち合わせをしてないです。はい。 はいえー、私、ちょっとね、あの今日最初のお断りしとかなきゃいけない、はい、あの実はまあ1週間前ぐらいからですね、ちょっとあの風邪ひきまして、今日あの喉がね、あのお聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、はいまあ、ちょっとそのへんは応用していただきたいなということで、どうしましょう。はい、<laughs> ではえー 自己紹介からうか、ね、そうですねじゃあ自己紹介しましょうか始めてということうでで私の方は、えー、ナーリーと言いまして、えー、ユンタクコーヒーですね、えー、沖縄市の、えー、サンシティ通りにあります、えー、沖縄市まあユンタクコーヒーカフェでですね、えー、勤めておりますで営業時間の方はですね朝十一時から、えー、夜は十九時で定休日は日曜日になっておりますでうちのユンタクコーヒーの売りとしてはですね。 豆の方から、えー、仕入れをして、えー、自家焙煎を行っておりますで、まあ豆の注文の方もですね、えー、ご注文承ってますので、えー、連絡いただければ電話番号0989234466までご連絡いただければですねマシン鮮な豆をお届けいたしますのでよろしくお願いいたしますはいはい えー、私、ジミーこと、えー、西平はですね、あの有限会社、二平デビルという会社を経営しておりまして、でこちらの方は今、二、え、平、ー、デホームというですね、有料老人ホーム、沖縄市大里の方にあるんですが、二平、はいえー、デホームと、えー、デイサービス二平デビル、で訪問介護二平デビル、えー、居宅支援サービス二平デビル、そして、えー、そこからちょっと離れたところにですね、もう一箇所。 えー、ありがとうの木というデイサービスを経営しております。であの、まあ、主に介護中心の介護なん会社なんですけども。 これからはですね、この二平デービルグループとしてですね、ユンタクコーヒーも実は二平デービルグループの傘下には入,入っているんですけどもそれ以外にですね、これからあの事業展開ということでもう少し広げていこうかなということで今考えて,る考えて進んでいるところですね。はい。はい まあそういういお二人で二人で、えー、届けていきますので、ねえー、皆さん、どんどん、えー、メッセージの方もですねツ、うんうん、イキャスの方もコメントよろしししくおお願願いいいいたまます、はい、お願いしますは今後のですねあのちょっと番組の進行について軽くですねあの触れておきたいなと思うんですが本来、ですねこの番組は私がメインで一応やろうと思ってたんですが、はい、実を言うと私、今月に半分ぐらい東京なんですね。 ということであの4回5回のうちほぼ2回はまず確実に出れないと。 いうことで、えー、ちょっとですねあのコーヒー、四択コーヒーの店長であるちょっと宮里の,あ宮里あのナリーの方にですね、はいえー、ちょっとお願いしまして、お前、メインパーソナリティやれと <laughs> <laughs> いうことで、ですね彼の方がこれからメインとなっていきます。で、あの私が沖縄にいるときは、あの一緒に参加して、ですね <laughs> あの2人で、えー、進行していきたいと思いますので、ままたよろししくお願いします、はいすはそういう状況で行っておきます。<laughs> <laughs> はい、まあ本当にね、えっ、ー、とメインパーソナリティということで、ええー、まあ急遽、えー、決まったんですけどね、えー、皆さんからのまたコメントとかもね、えー、来ていただければ本当に嬉しいですね。そうですね。はい。で今日はもう本当にね沖縄の方もねちょっと曇り空ですけども、まあ結構暑い、えー、朝からですね暑い日になってますんで。だからようティーダ、はい、ティーダカンカンで今。 カン,カンですね,ね。車さ、あの、無料駐車場止めて歩いてきたけど。はい。そうね、来る間に。で、朝かいて。<laughs> <laughs> 結構朝かきますね、もう本当に。はい。はい。で、皆さんは、ね、どう過ごしでしょうか、っていう形でね。そうですね。はい。まあ、熱中症に気をつけて。そうですね。ねあのー、ね。電気代節約って言ってさ。あのー、クーラーつけなかった、熱中症になったら。もともこもないからね。そうですね。はい。はい。 あのーまあ、クーラーで蹴散りたい人はあのユンタクコーヒーに来てコーヒー飲みながらですね <laughs> 進んでいってくれればいいかなと思いますので、はいはい、ぜひあのいらしてください本当ですね、まあ、コーヒーぱ杯で30分1時間ですね、うん、いていただければ本当にありがたいですねそうですねはい、まあ、沖縄市の一番街あるんで、まあ、ちょうど無料駐車場歩いてきたら、まあ、結構汗かいた頃にユンタクコーヒーにたどり着くみたいな感じですね、うん はい、本当にお願いいたします。お、ちょっと知り合いですかね。はい。<laughs> <laughs> 今ちょっと知り合いがあの目の前通ったので <laughs>、ちょっと手を振りましたけはい,はい。はい、一曲目い。じゃ一曲目行きましょうか、ね。はい、えっと、はい、サザンでラブアフィアお願いします。 はい、聞いていただきましたね。えーはい、サザン、本当いいですね。サザンの歌、いいですよね。は<ー>い。<laughs> まあサザンはね、あの、まあ、ね、このジミちゃんのほとんど青春の時の歌なんですけれども、はい、まあもっともっとねサザンをかけたい曲たくさんあるんですけども、まあ今日はその中からですね、一曲ちょっとチョイスさせていただきました。そうですね。はい。 本当にいい曲でしたで今ですね、えー、コーナーちょっとねまだ始めたばっかりなんですけども、えー、コーナーの方がありまして、えー、この時間この、えーまあ、16分からはですね「えー、ゆんたくお役立ち」っていうことでですね、えー、ちょっと会話をしていきたいなと思っておりますはい、はい、えー、お役立ちコーナーって言っても、まあ、ピンからキリまであるよねそうですね、えー、どんな内容にしていこうか うんもう本当にまだ何も考えてないんですけどね <laughs> あのですね、えーまあ、私ジミ、はいえーこと先ほどあの半分ぐらい、ね、東京の方に、えー、行ってるという,うにねにお話ししましたけどじゃ東京に何しに行ってるのということなんですけども、はい、まあそこの辺りから説明するとですねあの私ジミーが何をやってるのかどういう人間なのか。<laughs> といいうこともえ知っていただきながらですね、はい、でそこでえ知り得たその内容をですね、うん、まあ皆さんにえ提供してまあこれはあのいっぺんに全部話しすることは難しいので、はい、ま少しずつですねあのそれをアウトプットしながらえ皆さんに話してで皆さんの何かあのヒントになっていただければと思いまして、はい、でこのお役立ちコーナーというのをですねえちょっと作ら,せて作らさせていただきました。はい ということで何、えー、か突っ込んでよ。何をやってるんですかね。えー、今やってるのはですね、はいあのー、東京の方でですね、えー、王道学王道学,王道学っていうのを実は学んでます。はい、で王道学っていうのは、えー、何かというと、まあ、経営者の方を対象にしたですね、はい あのーまあ、これセミナーじゃなくてもう学校なんですね。ね学校なんですセミナーと学校の違いっていうのは何かっていうとそのセミナーっていうのはんだろうとにかく多くの人に、えー、一方的に何か情報をね、うんはい、与えて、うんえー、それでみんながわーってなって、うん、であなんかすごい得したなという気分になって帰っていく。でも、あのー 戻ってみると、はい、何だったんだろうみたいなね、<laughs> 結構そういうセミナー多いんですけども、<laughs> はい、え私が今学んでいる王道学っていうのは、えー、これはインド哲学から始まって、<ー>であの日本の歴史とかですね、はい、あの日本の文化、そうい文化のその根源、もと日本ってものすごい文化を持ってるんですよ。うん、そうですね。でそのものすごい文化を持ってるんだけど、でも今のあの実を言うと日本は その文化を見失っている。はい、で、見失っているので、えー、せっかく足元にね、いいものが落ちてても、つまり足元にダイヤの原石がゴロ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 転がってるんですよ。うん、で、そのゴロゴロ転がっているのを、えー、見過ごしちゃって、うんえー、外国のね、あの物、ー、ばっかりに目がいってる。はい、で、それって非常にもったいないよねっていうことをまず習っている。それはインド哲学。 を含めあとシルクロードとかそういったことも含めて、うんえー、関連づけて習っているんですね。でそれでじゃあ何が変わるのかっていうと、えー、まずそうですね、えー、まず経営者の人格とか、はいえー、人間性とかですね、うん、そっちの方が、えー、まずステージが上がってきます。でう、まあ、もう少し具体的な内容をお話ししないと、えー、どんなふうにじゃあそれをやってるのっていうのは。うん 難しいんですけども、まあ、それはですねおいおい時間をかけながら、えー、進めていきたいなとぜひぜひ、はい、聞きたいですねはい、はい、であとですねその少し前まではマーケティング関係の、はいえー、大学に通ってましてでこれも1年間かけて、えー、やってましたね、はい、でこちらのマーケティングっていうのはあの世界ナンバーワンのマーケッターと呼ばれている J ・エイブラハムの、うん、教えを つだですねそういう学校が東京の方にありましてでそちらの方で1年間か,か,年間かけて、はいまあ、マーケティングのいろんなそのノウハウであったりとか、うん、そういったことを学んできたと。であともっとそれより前はあのアンソニー・ロビンスとかですねはははいはい、はい、えー、有名そうア,ンアンソニー・ロビンスは結構有名ですよね <laughs> そうですねでそういったのを学んできたりとかしておりますね。はい、で今はそのアンンソニー・ロビンス あとその前は、えー、実は NLPNLP、はい、って知ってる、うん、ちょっと細かくは知らないですね ?NLP っていうのはですね、はい、あの日本語あ日本語じゃないやアメリカで生まれた、うんまあ、一種の心理学なんですけどもあのこれ略なんですね「ニューロ・リンゲスティック・プログラミング」という、うん、えー 言言葉の略でで NLP とって,言ってですねこれは1970年代ごろですねアメリカのリチャード・バンドラーっていうのとジョン・グリンダーっていう人が開発した心理学の一種で当時ですねあのほら沖縄も経験あると思うんだけどそのベトナム戦争があったじゃないですか。でベトナム戦争であれはある意味すごいあの一種のねあのなんかドロドロしたっていうか。 なかなか言えないようなです、ね、その体験をその戦,戦場でねあの選手の人たちがしてくるわけですよ。はい、そうすると何が起こるかというと PTSD とといいう聞いたこあつまり心、うん、的なつまり心の中に大きな傷を負うということが、うんえー、あってでその大きな傷を PTSD を治す うん、のに効果を発揮したのが NLP というのがあって、はい、でその NLP の実は私はトレーナーの資格を持っていると、うん、いうことですね、えー、だからスタートが NLP かなっていう感じですねすごいということですはいあと何か聞いてどんどんえっとまあマーケティング 僕は、ゆんたくコーヒーで店長してまして <laughs>、はいろいろ集客だったり、まあ、皆さん、ね、お店やってるとお客さん来てもらわないとどうしても運営が厳しくなってくるので、うん、まあその辺りで、まあ、本当に今現状としてはもう人の真似をするというか、うん、まあそれでうまはちょっといけないのかなという形でやってきてはいるんですけど。はい、はい いやその集客に困ってる、まあ、多分 <laughs>、まあ、この沖縄市の一番街結構ねシャッター閉まってるお店とか、ね、あと空いててもねお客さんなかなかいないお店とか結構多いんですけどます、ね、<laughs> でつまりお客人が来ないんでつまりんだろうあの人が来ないから当然そのお店の売り上げも上がらないってなりますよね。うんはい、でこういうういマーケティングをやろうとする時に あのまず大きくね2つにまず分けて考えないといはい。で一つはまず内部的要因と外部的要因ですね、はいうん、で内部的要因っていうのは何かというとせっかくいいものとか、えー、そういうの、うん、つまりお客さんは周りにたくさんいるんだけどもはい、はい、の売り方が分からなくて <laughs>、えー、売り切れない売れないという、えー、ところですよね。それは 売り方を変えたりとかすれば、まあ、売れていくわけですよね。はい、それは、その自分、その原因が自分の中にあるから、内部的要因なんですね。うん、<laughs> で、沖縄市、この一番街の場合は、何かというと、はい、その内部的要因と外部的要因が、あの、複合してますよ。そうですね。うん、<laughs> 外部的要因は何かというと、この街自体が、まあ、ある意味、ちょっと沈んでしまっているっていうのがあるので、はい、これは。 えー、ここを直すためにはどうすればいいかっていうとこれはそのここに住んでる地域の方あと行政も含めて全体としてやっぱ巻き込んで例えば町の,その再開発であったりとか、はい、あと人を呼ぶための,あのいろんな仕掛けですよね、うん、そういったことをやはり打っていかないとその町全体が活性していかないということがありますね。 このマーケティングの中でよくライフサイクルのお話はするんですけど、はい、ライフサイクルって聞いたことある？聞いたことあります。はいえー、まず導入期、はい、え成長期、成熟期、うん、衰退期という四つのあのーえー、何フェーズに分かれるんですけども、まあ、うん、ある意味この今の一番外っていうのは、えー、衰退期に入っているんですね。で衰退期に入っていくと後と落ちていくだけなんだけど。うんはい あのそのライフサイクルを知ってる人たちは何をするかっていうと実はあの成長期と成熟期に利益の8割は生み出すんですよ、はい。ということはその成,長期の成長期と成熟期の間でその衰退期に入る前に次の導入期のものをつまり次のビジネスの柱を立てていくということなんですね。そうやっててビジネスを連続させていけば そのライフサイクルを連続して維持することができると、うんはい、いうことで、まあ、ある意味、えー、ちょっと、ね、言,いにくい言いにくいんですけれども、うん、まあそれをある意味やってこなかったっていうのが今のこの一つの現状なのかなと。というは言っっててもどうするのって話なのでいろいろやり方はあるのでまたそれもおいおいね今日話すると多分これだけで <laughs> 1>, え1日ぐらいかかってしまうぐらいの内容なので。<laughs> えー まずここんなところから、ねね、<laughs> あと何でも聞いいてください、はいまあ、そうですね今の内容を聞いてまあうちのゆんたくコーヒーの方もですね、えー、まあコーヒーと、まあ、ちょっとうちの方もコーヒー1本で来てたんですけどね、えー、まあ今月からはちょっとまた料理の方も出したりとか。うん あとは、まあそうですね、今、夏なので、うん、ちょっとアイスクリーム、うん、ちょっと甘いものもです、ね、用意してちょっとお客様の入りがちょこちょこと今見えてきてますんで、はいまあね、ナーリーはこの間さん、はい、研修行ったじゃん。行きました、東京の方に。いや、もう本当に、えー、っとあの東京刺激的というかもう本当に遊んでたなという、うん、なんだろうな、あのー、やってるつもり。 の自分を本当にこのまあ3日間合宿行ったんですけど、うん、はい鬼の合宿ね鬼合宿でしたね、えー、え朝9時入りの夜ホテルに戻ったの大体3時とか4時ええ、ね、すごい合宿だよねはい <laughs> <laughs> その場実践型の集客でしたねで効果出たいや効果はいあの出ましたね、うんあのー、今までこう そうでしょうね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、まあ、お店やってると、まあ、SNS を結構有効活用されてると思うんですけど、うん、今までは単純に、えー、と広告を載せるフェイスブックだったりとか、うん、っていうものを、まあ、常にこうチラシ載っけたりとか、うん、イベント載っけるだけで終わってたんですけどやっぱこのセミナー行くことによって、うん、やっぱコミュニケーションツールっていうのをまず第一前提で教わって、うん、でコメントを返していったりとか。うん でどん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 親身んになっていくというか、まあ、初対面なんですけどそのお客さんがこの4月に行ったんですけど今ちょうどなんだろうなフェイスブックのリアル友みたいな感じで来店数が、えー、結構増えてきてますね。もちろんそのリアル店舗で、はい、しゅ集客するってこともあるんだけど。はい まあこれからはね、そのリアルと空中戦とそうですね,ね、両方必要になってくるかなというふうに、はいえー、思います。はい、まだ大丈夫なのかな時間。まだ大丈夫です。で大丈夫。はい。あじゃあ、えー、じゃあ今どんなその 空中戦に関してはまあちょっとえっと通販サイトっていうかえ今はそうですね通販サイトをちょっと今立ち上げてはいるんですけどまあ今からちょっと皆さんの方にあの URL バナーとかそういった形をこう入れて。 言ってはいるんですけどうん、うん、まだまだやっぱ人の真似っていうか単純にコーヒー豆しか出してないのでうん、うん、あとそれとプラス何か沖縄独特のんかこう小物つけたりとかうん、うん、なんかうちで買ったらまあ沖縄の空気が送れるよみたいなうん、うん、<laughs> っていう形でもなんかちょっといろいろ他にはないものをですねだそのユンタクコーヒーじゃなきゃダメっていうのは何かないの じゃゃなきゃダメあもう僕,僕が焙煎しておりますみたいな <laughs> <laughs>、はい、それはもう皆さん一緒なんですけどねそういうのをね、あのー、一つでも作り出せると、うんえー、つまりファンを、ね、つけるっていうことが非常に大事ですよねだってコーヒーなんて別にスーパーでもどこでも買えるんです売ってますね,ねお客さんから見れば、はい、でもスーパーでもどこでも買えるんだけどもじゃあなぜユンタコーヒーに行くのか っていうふうにお客さんがユンターコーヒーに来たいと思うような、うん、やっぱそういう仕掛けっていうかね、そうですね,ね。それはすごく必要なんだよね。はい。そういうのがあるとその店っていうのは長続きしていくし、はい。うん。あのねファンを大事にしていけばそのファンに愛される、うん、まあお店になっていきますよね。そうですね。うん、うまいものっていうのは確かにどこでもうまいものを提供してるんですよね。うん、うまく言って安くてでそういうのは どこでも提供してるんだけどもそのファン作りそうですっていうのが意外に、ねえー、なんていうのかな、えー、注目されてないというか、はい、ちょっとあの軽んじられてるというかね、うん、まあそういうところは、ね、あったよような気がしますよねありましたね、うん、本当に。まに、あ。今回7、まあえー、月、まあ、ちょっとイベントをですね、うん、まあ自分の方も趣味でカメラやらせていただいてるのでまあ 写真のフォトグラファーの仲間にえちょっともう写真展やりたいっていうちょっと情報が入ってきたもんですからまあそこでじゃあうちでやろうよとやるからにはまあこの主催してくれた荒垣君なんですけどもその子もまあ沖縄でもまあ結構すごいカメラマン6名ちょっと選出して頂い,いてタクで展示をやり始めたら。 もう予想以上の来店数がありまして、うん、店の雰囲気がらって変わったよね。変わりましたね。も、まあ、う明、ん、るくなりました。うん、あのー、ね、今まではあなんか普通のコーヒー屋さんっていう感じだったけど、ね、なんか店に来ると今なんかすごいハイカラなってね昔風に言うとね、そういうイメージになったよね。はい。また、うん、まあ来てもらったお客さんに対して、うん、まあただ あのなんだろう写真展に来たではなくてあとはまたその一人一人とた会話しながらまあ僕もカメラちょっと勉強してるんですよという形でまあちょっとこうワンドリンクチケット券みたいなそういったものもですねまあちょっと名刺を渡して次回これ見せたらちょっと半額しますよとかですねですねお得感がありまよそういった形でまあ本当に何名来た でしょ来場で多分400は超えました400超えましたんでまあそこでんだろう、えー、と僕が判断するわけでもないんですけども、うん、まあ水出しのアイスコーヒー本当に美味し最近評判いいよねいうふうな、ん、水出しアイスコーヒーねはーい、まあ、やっとそうですねユンタコーヒーもちょうど5月で2年になったんですけど、うん、ちょうど半年前ぐらいからなんとか安定というか、うん、自分が思い描く まあ味にちょっと整ったので、うん、まあどんどん飲みに来てほしいですね。はい、あとほらこの間モイに使ってもらったでしょあ使ってもらいましたあれもちょっと紹介してあ、ねあのね、次にまたつなげていければはい。はい、でタクコーヒーはですね、えーとまあ、営業時間朝11時19時というふうな形になっているんですけど店舗内の貸し切りっていうのもですね、うん、あのー、まあ連絡いただければ、まあ、要相談で、うん 10名以上とかお一人2000円3000円プランとかですね結構コーヒー以外のアルコールだったりとかですねそういったもので貸し切りっていうのも行っておりますはいぜひ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 あの二次会もあ等に使ってくださいそうですねはい時間の方ははい無制限要相談ということです要相談ではい行っております ですね。曲に一度行きましょうか。はい、そうですね。はい、ええー、今度の曲は、えー、ジュ、ジュエリーシー。だったかな。ジュエリーシーの。カノンロック。<か>カノンロックですね。カノンロック。お願いします。はい、はい、お願いします。はい。 次のコーナーはですね、はいえー、残り時間も,もうあっという間なんですけども、ゆんたく、ユンタたくということでね、はいえー、コーナーを設けております。まあ、どういったお話をするかは、まあ、趣味のお話だったりとかそ,その時その時の気分次第、はい、そうですね <laughs> <laughs> あとはまた、ね、ツイキャスとかも来ていただければ、うん、そのお答えとかもね、えー、行っていきたいなと思っております。そうですねはい ところでナリーはね写真が今、実際ね一部で仕事もしてたけど、はい、どうなの今はそうですねあの写真の仕事はちょっともう今ない状態なんですけど、うん、まあカフェに来たお客さんを急に撮ったりとか、はい、はいちょっと笑顔だなとか。 うん、まあ,あとはちょっといい雰囲気になっている場合にこうちょっと撮ってまあびっくりされるんですけど、うん、まあそれをちょっと撮りためていこうかなと趣味的になるほどはいしていきたいな、うん、で店の方にねまたあのちょっとちっちゃく L 版あの写真にちょっとプリンターで出してえ次回来店時にまにプレゼントだったりとかまあそのまま、はい、はい貼ってきてもいいですし。 そういった形でちょっと写真の趣味を増やしていこうかなと思ってますね。いいですね。はい。まあ写真といえばね、あのー、私もね、中学の時、はい。ええー、実を言うと写真クラブだったあ、そうなんですね。はい。<laughs> で、もう本当もう中学っても何十もう40年ぐらい40数年前ぐらいなんだけど、はい、ええー、その時は。 あのまあ、なぜ写真に入ったかっていうと星にすごい興味があってあ星ですね、うん、であの天体写真を撮りたかったんですね。はい、で天体写真を撮るために、えー、その望遠鏡につけられるカメラということで、うん、あの最初に買ったのが、えー、オリンパスの o m 1という知ってるかなちょっと見たことはないんですけど。あのオリンパスの特徴ってあの ちょうどねペンタプリズムのあたりがちょうど三角だよね、はい、で本当にそのぐらいの時の、えー、カメラだったんですけど、うん、まずその天体写真を撮るためには一眼レフじゃなければいけなかったんですよ普通の,あのコンデンジとかでは撮れないじゃん撮れないですねコンデンジとか一,一眼レフとかってみんなわかるかなうんまあ一眼レフはまあレンズが外せたりとか、うん、まあちょっと 今まあ、最近はコンデジでも外れるけどねミラーレスみたいなも、ね、あ,あるんですけどねまあまあ分かると思いますそっか <laughs>、はいまあ、最近ねあの素人でも皆さん結構一眼にぶつかってるからね,そうですねコンデジっていうとあの、まあ、昔風に言うとバカチョンカメラだよねバカチョンそうですね、はい、昔でいういあのその年配の人なんかはバカチョンカメラって言った方が分かりやすいかなと <laughs> はいはいはい,い まあそういういカメラであの実は言うと天体写真は撮れなくてですね、うん、で天体写真を撮るためにはあのバルブっていって、はい、あのシャッターを開けた状態そういった機能が使えるカメラじゃないと撮れないってことで、はい、一眼レフとでそこからそう写真入って、うん、でまあその当時はまあほとんどあの天体写真って白黒がメインだったんだけども、はい。 その白黒の写真を撮ってあと自分で現像したり自分で焼いたりとかえそんなことをやってましたねお、うほに王なんですがすごいところがですねある時写真をやめましたなぜやめたかそれは実は大学の時だったんですけどたまたまねそのえさっきの OM1 が大学の時に壊れたんですよで壊れて 実はその前ぐらいから少し違和感があったんです。はい。なぜか自分の写真がない。はい。なぜでしょう。写真がない。自分の写真がないんですよ。あ、星だけ撮ってて。うん、いやいやいや。でももちろんポートレートとかも撮りました、はい、たくさん。でも自分の写真がない。はい。なぜでしょう。うん、なぜでしょう。<laughs> いや答えは簡単。カメラマンだからですよ。なるほど。 自分がカメラマンでしょそうするとす、ね、自分の写真は必然的に、まあ、ないか少なくなってくるわけですよ少なくなりますそうですね撮ってる方にもありますからね,ね、はい、つまり自分が被写体にならないと自分の写真はないわけですよないですね、うん、で自分がメインでカメラを撮ってると自分がカメラマンになるから、はい、被写体になるっていうことはほとんどないわけですねああそうですね <laughs> 自分もそういえばそうです <laughs> だからその自分の写真がないことに気がついて、うん、でそれからあとはもうカメラが壊れたのをきっかけにえ被写体に回ろうとあ<ー>いうふうにえ徹してえもうあの当時からも変顔の写真とかねりままくってましたね面白い、うんまあ、それでちょっとキャラが変わった感じもするけど <laughs>。<laughs> <laughs> そうですね撮ってる側にもあると本当、うん、ああそうだ撮ってるイベントとか見ても、うん、自分映ってないですねそんなに映ってないよねはいであのほらビデオでも一緒だけどビデオカメラのカメラマンやってると自分映せないじゃん写せないですねまあ最近はさあの携帯とかだと自撮りとかでねう、えー、そういう写し方が流行ってきたけどはい、はい、あの当時は自撮りっていう考え方がなかったからねフィルムと ビデオもテープの時代ですね、はいはい、でカメラも重たかったから自撮りなんかできないんですね手でこうやって持ってさ自撮りなんかできないで三脚のさなんだろうあの雲台の先につけてさはいはいはい、うん、まあ今はね携帯だから自撮りができるようになってきたけど、ね、そうですね <laughs> 今でもすごいよねその自撮りの技術もさ結構アップしてうん ちなみに、どん、どんなして自撮りしてる?。え、自撮りはもう手で。あ、あ、手で持つ。携帯で。手で持って、あと、撮り方としては。撮り方としては、もうそのまま、まあ、もう正面から撮ったりとか。で、そのまま押してる?。そのまま押してますね。で、そのまま押すとさ、あの、押す瞬間に、あのー。このアングルがずれちゃうんだよね。あ、それあります。あ、はいはいはい。なので、俺最近よく使うのは。あれ、あのー。 セルフタイマーで3秒ぐらいに設定してそうするとカメラの,その端っこを持って固定できるじゃないですかできますね、うん、でそれをよく使ってますね、はい、でそれだって比較的ねあのうまく撮れますあ麗に。はいにそうですねまあ,あのちょっとしたねお役立ちになっちゃいましたけど <laughs> <laughs> まあもうすでに知ってる人は知ってるけどね確かにね、うん、もう今女性の方はもう撮り方分かってますからね自分の角度とか、うん あとほら自撮り棒なんかもう完全にねセルフタイマーでやってますからね。ねありますね。うんあと他には何かあるの他にはうんどう趣味ですか。あじゃあ今度、ね、僕,の僕の趣味っていうかね私の趣味は話しすると趣味はたくさんあるけど。 えー、そうね、まあ、車も好きだし、まあ、さっき言った写真も好きだったけど今特に凝っているのは、はいえー、そうねやっぱもその、まあ、ちょっと前まだスキーとかーそういったこともやってましたね<き>スキースキー毎年行ってましたねいい自分やったことないですねスキー、えー、<laughs> もう結構うまいですよ <laughs> プ,ロプロですねプロですねまあプロまでいかんけどね 向こうというかあのまだ本堂にいたときに「ジミちゃんジミちゃん沖縄の人なのに何でこんなスキーうまいの?」とかそうですよ、ね、であのスキーは検定っていうのがあってい 2>,、はい、あの2級1級あとインストラクターっていうのがあるんですけどジミちゃんだったら1級ぐらい通るんじゃないのと<え>か1級レベルですかまあちょうど1級から2級の間ぐらいだったね。<ー>で 結構40度ぐらいのねシャドウのところも降れてましたからね、はい。40度って言ったら結構崖ですよ。怖いですね。あの30度過ぎたらもう崖ですね。はい。でその30度のと,ところでこけるとまず下まで立てないですよ。無理。<laughs> あのそのまま滑落していきますね。ええ怖。こわだから最大シャドウで40度ぐらいのところも、えー、滑っ まあ滑りましたねはいまあその時はデジ怖かったけどいやー怖いですよとかあとねこの間はあの,小型船舶の一級の免許取りましたね<あ>去年のちょうど10月ぐらいだったんだけど船,ふ船も持っは免許だけねあ免免許だね許いや本当はその船そのものを持ちたいんだけど、はい、だそれはさ金かかるじゃないですか 維持費がかかっちゃうので、まあ、船そのものは持てないんだけど、まあ、その代わりあのいつでも借りられるようにあのヤマハのシースタイルっていう、えー、会があって、はい、でそこで、まあ、毎月いくらか払っていると、えー、比較的お安く船が借りられるレンタルできるというのがあってあ、ね、まあ燃料費込みで大体 3, 3万から4万ぐらい。 でえー、6人乗りぐらいの船が、はいあのー、クルーザー借りられるので、まあ、それを、ねあのー、行く人たちでシェアすれば1人1万前後ぐらいで,、ねでねえー、遊びに行けると、はい、まあ離島も、ね、自分たちの力で行けるとすです、ね、あとは置き釣りもできると、ね、お最高に楽しい <laughs> 先導もしてくれるというそうですね、はいまあ。あと昔からは で車がすごい好きで,、はい、で車運転するのも好きなんですけどもあ,のあと自分でねあのエンジンバラしたりとか、えー、一時期はそういうこともやってましたね、はい、もうやりだすと何だろうちょっとはまっちゃうんですねすごいで中学校の時はあのさっきね星に興味を持ったって言いましたけど、えー、その時に、ね、は望遠鏡も自分で作ってましたねあ 望遠鏡まで望遠鏡はあのレンズを自分で磨いてね、はい、で作ってましたね昔からそういう作るのが工作がすごいあの好きな少年でしたね作るのとか機械いじりとかあとまあ電気関係もそうですけども電気関係もやってましたねいろいろオールジャンルでやってますねそうですね <laughs> たたままですね電気は電気は父親が電気関係の自分でテレビを直したりとかしてた親だったんで小学校の時から電気に関しては英才教育でしたねトランジスタラジオの本を小学生に小学校の時に渡されてこれ読んで覚えろとかすごいそんな感じでしたけどそうですね。 もう本当今日初のね、えー、ユンタク二平デビルーで、成こと地味でお送りしてきたんですけど、はい、そろそろお時間と、はい、結構早いですね、そうですね、はい、あ,とあと1分ちょっとあっちゃいましたけど、とね、あとなんか、言っときたいことあるえっと、まあ、最後にまた、えー、毎週水曜日。 FM 宜野湾でも再放送されてますんで、うん、え18時から19時はぜひまたまた再放送で聞いちゃってくださいお願いします、はいでまあ、先ほどユンタクカフェの、ね、話もありましたけども、はいえー、あとねもうちょっとだけ言わせてもらえれば、えー、ユンタクカフェもですねあの二次会とか、えー、どんどん受け付けておりますので、はいえー、ぜひご利用していただければと。 そうですね、はいであのー、有限会社二平デビルの二平、あのー、デホームも、えー、そういったご用命あの介護のですねそういったご用命がある方は、えー、ご相談いただければ、えーはい、何かしらのお役に立てるのかなというふうに考えておりますはい、はい、あとはい秒20秒なので、はい、じゃあまた来週も月曜日1時から聞いてください私いナーリーとはいえジミー でお送りしました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。バイバーイ。や、バイバーイ。またねー。